シラッとしてます。はい、今日はですね、日替わりランチがとても美味しいここクラガで、はい、しかもあの皆様のように素敵なお客様の前で演奏ができるということはめぐみんずにとって最大の自慢となりました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、この夕食の配慮ですが、これもシラッとしてますね。次行きましょう。これもね、はい、はい、1曲目はあのスキーダ・デイビスの恋は意地悪という曲だったんですが、これは、まあ、言い出したから話し始めたから話しますが、キャロル・キングの曲でした。まあ、それがどうしたということなんで、まあ、次行きますか。はい、じゃあ次はボビーに首ったけと、それから It's My Party 2曲行きます。はい、行きましょう。Yeah.
ましょう。消えてしまったという悲しい歌なんですね。はい、それがどうしたという雰囲気なんですが、これの2曲目がですね、2曲目があのレスリーワールド2曲目が、泥棒猫のジュディが、泣いているという、そんなあの ジョニーがこの子のところに戻ってきて、ジュディが泣いているという、そんな歌だったらしいんですが、それがどうした、まあ、そうです、その通りです。ジュジュジュ、はい、じゃあ次はですね、電話でキスと、うん、それから2万4000回のキス、キス疲れですね。ね、こんな経験ないですけどね。2万4000回がないね。電話でキスもないですけどね。ないね。ね、まあそういう願望でいきましょうか。はい、ちぃ
2万4000回頑張ってキスしましょう。Yeah.
メンバー紹介。メンバー紹介をします。するんだ。する。ね、じゃあしましょう。しても、まあ、誰も覚えてない。じゃあそうしましょう。一応やります。はい、どうしましょう。ドラムがですね、ベンチャーズからメグミズまで、何度もやってる長田俊彦。イエイエイ。キーボードが、話をすると下ネタへと必ず行ってしまうという西澤何だっけ、西澤何だっけ、それからギターが去年はコステットかなんかいろいろしたんですね。今年はもう、大丈夫ですという鎌田勇。イエイエイ。それから、ボーカル、はい、なんかセーラー服みたいにどうしたんですか。やっと突っ込んでくれた。いやこれね、今日本当はベルトがあったの。でベルトがあるとなんとなくオールディーズっぽいんですけど、ベルト忘れたため何も突っ込んでくれないと単なるコスプレイヤーになってしまってどうしようかと思ってたの。でしょ。コスプレイヤーじゃないんだ。でもあの60いくつの、ね、おばさんが38歳とあのね、タイで7億円ですか、ね、そんなようなことがあるんだから私が17歳って言っても大丈夫かなと。大丈夫、言い切ることが大事です。ボーカルメグです。よろしくお願いします。そうですか、はい、そうですね、私はもう、ついでにベースやってますので、高橋というケチのやつ。イエイエイ。はい、じゃあ次は、ポーランカのですね、ポーランカじゃなかったですね、ニールセダカ。ニールセダカ。ニールセダカのアイコーエイプと、それからマルケナキュープ。中学はどうぞ。行きます。Thank you.
勢いでマヌケのキーパー入っちゃったね。まあ、いつものマヌケなリシピットで。はい、次はですね、じゃあメグさんがですね、この人メグさんってさっき言ったよね。自己紹介したね。この人メグさんって言うんですよ。メグさんが師匠と呼んでいる、エルビス・プレスリー。イエーイ、ハウンドドッグと、それからドント・ビー・クルエル。2曲、いきます。You ain't not but a hound dog, growling all the time. You ain't just a hound dog, growling all the time. And you got a knife, and you don't play no mind. We all said you were the high class, we said you were the die. We all said you were the high class.
難しいんですか。はい、ここでちょっと業務連絡があるみたいなので、業務連絡行きたいと思いますが。はい、こちらホノルルの高橋ですが、ですね、次の曲が、皆さんお待ちかねの最後の曲です。それでですね、最後の曲歌い終わった時に、この人がありがとうございましたがございましたとお辞儀をします。ありがとうございました。この瞬間です。この瞬間にですね、万が一アンコールという声がかかったとしてもですね、私たちうろたえないように1曲だけ準備しておりますということで、業務連絡以上です。マイクをスタジオのメイクさんにお返しします。はい、届きました。はい、はい、それではメグミーズ最後の曲いきましょう。日清 OK キッズマーベにして。
格付きの第2日曜日に、こういうクラジャさんをはじめ、いろんなところで思い出のミュージックライブ開催しております。またね、出演番号を募集しておりますので、どんどん連絡もいただければと思います。今日みたいな楽しい一日、また一緒に過ごせれば幸せです。今日はありがとうございました。